こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はね、えー、こちら。カズタマ令ンこちらのですね、えー、ヒーリング機能っていうのがあるんですよ。あのー、こちらですね、えー、ヒーリング機能。ま、あの、波動水を作るっていうのが一つの、えー、ま、この、性能なんですけれども、もう一つ、もう二つ目の性能。これがですね、え機能というかね、性能じゃなくて機能。機能がですね、この、 写真を上に置いて、そして、えー、ヒーリングをするというような、そんな風な、えー、こともできるんですよね。それで、あのー、例えばですね、えー、私、この、カズタマ令和、見ていただいたら、まあ、小さいからちょっとわかりにくいと思うんですけれども、35項目、カズタマコードがあるわけなんですよ。それで、お望みの、あのー、自分自身が、例えば、 体の体調が良くないなとか、そういう時には体のコードを入れるとか、逆に、えー、メンタルの方がどうも弱ってるなということだったら、メンタル側のコードを入れて、えー、波動コードの調整をしていくというような、そんな使い方をするわけなんですけれども、今日はですね、えー、皆さんが知って多分ないと思うんですよ。僕も最初知らなかった、えー、ちょっと数日前にね、えー、初めて、えー、知ったというような、 そんな、あの、裏技というかね、ええー、まあ、最も効果的なヒーリングの仕方っていうのを教わったので、これをですね、皆さんに伝授したいと思います。まず、えー、こちらですね、あの、カズタマ令和をご用意ください。ね。そして、えー、ヒーリングですから、お写真、えー、自分自身の写真でもいい、まあ、あの、ヒーリングをしたいんだったら自分自身の写真でもいいですし、逆にですね、あのー、まあ、 ま、遠い、えー、お子様であったりですね、えー、まあ、あの、遠隔で住んでるご親戚であったり、ご友人であったり、まあ、その写真を用意してほしいんですね。そして、この二つが揃いますと、まずはですね、えー、その方の、あの、例えば、金運アップを願っているんだったら、金運アップっていうのを選んで、えー、やるっていうのが一般的な、あの、ヒーリングのした、仕方なんですけれども、今日お教えしたいのはそうではなくて、 まず、あのー、金運アップとかそういう前に、ええー、やったらいいですよっていうことがあるんですよ。これはね、ええー、ま、あのー、ちょっとスイッチ入れますね。はい。はい、スイッチを入れますとこういうような形でですね、ええー、あのー、はい、ロングとかショートとかいろんなものがこれ出てきますので、ええー、一般的にはこの真ん中、L、ロングですね。これを、 スイッチを押します。そうすると、えー、波動をね、えー、コード、カズタマコード、何番にしますかという、ここが、ここからがポイントなんですけれども、えー、1番が、えー、世界平和であったりですね、2番が人間関係というのがあるんですが、ここでヒーリングをまず効果的に、えー、使いこなすには、まず、えー、11番のですね、えー、家、土地のエネルギーっていうのを選んでほしいんですよ。 えー、ですから、11番ですから、えー、これをですね、ぽっつりぽっつり押していきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11番ですね。はい。家土地のエネルギーっていうのがあると思うんです。これはですね、一般的に使うのは、えー、このお家の お写真を置いてですね、えー、その家のエネルギーを整えたいとき、えーまあ、ご自身の家だったら自分の家の写真であったり、お部屋だったらお部屋の写真であったり、またはあのー、遠隔のお,お友達の家であったり、またはあのー、そういった親戚とか子供の家だったり、これを整えてあげるためには、まずこの写真で測定をします。置いてですね。これが例えば家、土地だ,家だったら 家の写真を置いて、えー、そして、えー、測定をしてそしてヒーリングっていうのを押してあげるわけなんですただこの場合はあのー、土地のエネルギーを変えるにはまあ、1日とか2日ではダメで1ヶ月とか2ヶ月とかいう場合もあるらしいんですね ですから、あのー、なかなかね、1日で、えー、それが変わるかというと、なかなか、あの、大きいですから、面積がね、えー、変わりにくいということなんですけれども、まあ、しないよりはした方がいいので、えー、1日2日気がつけばね、ちょっと、あの、どうも場が悪いなと思う方はやってみてください。で、えー、まあ、あのー、基本的にはですね、説明書というのにはこのように書いてます。えー、 家、土地のエネルギー。家や土地に溜まっているネガティブなエネルギーやジオパシックストレスなどを解消するために必要な情報を測定するメニューです。基本的に写真を使って行います。というような、そんな風なことを書いてますでしょう。ですから、もう僕もね、土地とか家とかの,あのエネルギーの調整をしてくれる、整えてくれるというようなもんだと思い込んでたんですよね。 で、人には使えないなっていうふうに思ってたんですが、えー、まずね、あのー、どうも体の調子が悪いとか、えー、そういう方に対して、どうも考え方が前向きにならないとか、そういう方は、どのように、まず第1回目、えー、まあ、健康だったら健康っていう番号がですね、えー、こちらだったら22番っていうのがあるんです。 でまあ、健康っていうのも、押すのも、もう、いいし、肺がちょっと調子悪いんだったら、肺、肺っていうことで、押すのもいいんですけれども、その前に、えー、やってほしいことが、家土地のエネルギーっていうのをやってくださいと言うんですよ。で、えー、やり方はもう、この11番を選んでですね、そして、えー、まあそのヒーリングをしてあげたい、あの、家土地にもかかわらず、この、人物の、あの、ヒーリングしてあげたい人の、 写真。自分だったら自分でもいいんです。これを載せまして、まず測定ということで、この測定を、これまず決定ですね。土地エネルギー決定しました。11番にしますよということに出ますんで、その測定を、まずこう測定、ここ測定って書いてあるんですけど、写真を載せてですね、測定をします。はい。 聞こえますかね今測定をしてくれてるんですね。はい。これで測定が終わりました。そして、えー、これをですね、えー、ヒーリングっていうところ、この真ん中にヒーリングって書いてるんですけれども、これで、えー、ヒーリングのボタンを押します。まあ、これでですね、えー、家土地のエネルギー、 にもかかわらず、この写真を載せて、えー、ヒーリングをするという。まあ、これあの、なぜこういうふうにするかというとですね、あのー、ちょっと分かりやすく、あだった、ねえー、このように、えー、これ、ね、寝たというふうに思ってくださいね。えー、やることによりまして、えー、自分が、あのー、浄化されるらしいんですよ。あの体の不調とか、心が前向きにならないとか、そういうときっていうのは、 霊的訴えをある場合があるらしいんですよね。そういった、まあ、家土地のエネルギーもこれを浄化するためにやるわけで、え人間の体もまずはそういった、あのー、まあ、言うたらこの辺に付いとるようなものをすべて浄化するわけですよ。そこから、金運アップであったりですね、心の人間関係であったり、または、えー、まあ、健康、 管理であったりですね。また、えー、あのー、いろんな、えー、まあ、視覚とか、聴覚とか、ブレーンとか、いろいろあるんですけども、それをやると、この、うっしたエネルギーがついてたものが、抜いて、えー、抜いてくれてるので、すごく入りやすくなるんですよね。この数玉のコードがですね。だから、まず、デトックスをするために、土地や、家土地のエネルギーっていうので、まずヒーリングをしたら、 あの、効果も非常に良くなるということなんですよ。だから、時々ね、えー、まあ、あのー、こういうようなものをやっとったらいいと思うんですよね。まあ、あのー、なかなかね、えー、んどんだろう、こ言いにくいというかね、あのー、YouTube の皆さん一般的に、もうちょっとこう、ズームで、 フォアのメンバーばばっっかりが集まっておればもっと深いところまで言えるんですけれどもこれも一般に流しますんで、えーまあ、これぐらいが限度なんですけども言えるのがですねだから、あのー、やっぱりそういうような、えー、エネルギーを、まあ、マイナスを取るというのがこの機械はすごくですね、えー、上手ですし得意技なんですねその中の、あのー、一つとしては、えー、土地家土地のエネルギーを人間に、えー、まああの この人の写真を載せてやっていくというような使い方をやってみてください。そうするとあの今まで最初にあのうんと例えば人間関係をやったのにあまり人間関係、まああまり変化見えなかったとかですね金運アップやったのにあまり変化見えなかったとか逆にあの体の部位の,あの何ですか、ね、消化器系をやったけどもあまり良くならなかったとか。 いううことともあ,りあると思うんですよそんな時はまずは体のそういったマイナスエネルギーっていうところのうまあ霊的なところですねそれをデトックスしてそして、えー、もう一度チャレンジというかね、えー、このカズタマコードを入れてヒーリングまあそういうふうにするとですね、えー、非常にあの効果が、えー、表に出やすいというようなこともあるらしいんですね。 だから、それをですね、えー、今回教えていただきましたんで、皆様にも、僕、知らなかったんですよ。それまでは。皆さんにはちょっと、あの、教えきれてなかったというのは、反省材料の一つなんですけれども、まあ知った以上ね、えー、もしよかったらまた使っていただいて、あのー、皆さんの、こういった、ロハス村の夢通信っていうのを送ってるんですけれども、そこにはちゃんと書いてですね、えー、皆さんに、もあのー、 今までのうちのお客様に対しては全員に告知しました。あの、もちろんね、あの、そういうのを読んでくれてなかったらちょっと届かなかもしれないんですけれども、読んでくれたら、あ、そうなんだっていうことで、さらにもう一度、あの、入れてくれると思うんですよね。はい。あの、本当にですね、この数玉はですね、えー、奥が深いです。ですから、あのー、こちらですね、えー えっと、あるかかしらこれああったかなあのえ、えっと、ロハス村夢通信のですね、えー、67号には変え,変えたと思うんですけれども、あの、かずたまコードっていうのがですね、も、え、う、ーまあ、本当にですね、このようにあの、コードが入ってるわけですよ、バーっとね、はい。こんんなにたくさんのコードが実は キーアップって言っても、あの、ただのキーアップ一つだけが入ってるわけじゃなくて、その中にはもう、キーアップという、例えば、こう、あの、カズタマコードの中には、この細かいコードがずーっと入ったんですね。それを、あの、修正していきます。それで、えー、逆にね、あの、この、見えますかね、カズタマコード、ここにね、書いてあるでしょ。基本的な、あの、 うん。えっと、こちえあ、基本的な部位を、こう、高度を修正していく。そして次が、えー、中枢神経、神経ですね、えー。それと血液の波動を変えていく。それで毒素波動を、まあ、整えていく。それとウイルス、えー。だからコロナの時期にすごく、あのー、活躍したのがこのウイルスの到達まで、高度まで行けるわけですね。 そして、霊障波動っていう、そういうところとか、あと、感情波動。そして、えー、家計波動。これがね、あのー、タイムウェーバーとかいろんなところの、あのー、まあ、ヨーロッパの方は、ここまで深いところまで行けてないっていうふうに聞きました。だから、あのー、これは、ま、古神島も、あの、日本古来のですね、えー、ものを入れてますので、このようなところまで、深いところまで、 えー、このコードが到達していってるという、本当にですね、えー、まだまだ僕も勉強不足で、百、えー、100%伝えきれてはないんですけれども、多分この、このあたりまでですね、あの、説明をしている、あの、YouTube 番組っていうのもないんじゃないかなと思っております。ですから、あの、まずはですね、えーまあのー、 深いところも知るのも、えー、いいんですけれども、まずは、あの、試してみるという、あの、実践をしなければわかりませんので、えー、カズタマーレイワーを持っている方は逆に、このように、あの、写真に、えー、家土地のエネルギーで、えー、浄化をするというようなことを使っていただきたいし、これから、あの、買おうかなと思う方については、ぜひね、えー、このようなことでも使えますんでね、えー、まだまだ私、あの、これは奥が深いと思います。 だから、使い方がいろいろとですね、今あの、試行錯誤してますけれども、ヒーリング機能っていうのを使うと、もういろんなことが今ね、僕自身がですね、えー、ヒーラーとしてですね、僕はただの一般人なんですけれども、この機械を使うことによって、えー、遠隔で癒してあげたりっていうことをやってます、あのー。つい最近もですね、えー、お客様に、あのー、こう、してあげたことがあるんですよね。 そうするとね、えっ、ー、と、二日間、日、この方の写真を置いてあげてやってみました。あのー、するとね、えー、その方は、金運アップっていうのをやって、やったんですけどね。で、それをやっていきますとですね、あの、どんなことが起こったかというと、あのー、その、二日目の、こう、目じゃなくて、一日にですね、あのー、まあ、 いろいろとこうその方はセラピストさんだったと思うんですけれどもあの無料でコーチングみたいなのまだあの練習でしてたらもうお金払いますということでお金を振り込んでくれたそうなんですよ。もういきなりあのあの金運アップの効果が出たというんですねですからあのそんな風なこともあの起こりうるんですよね。 えー、ですからぜひね、えー、ただ単に、あのー、波動を整えるっていう方法もあるんですけれどもまだまだ奥が深い、えー、このカスタマーレイはね、えー、それでそうそうキャンペーンを今してます、えー、9月の30日の11時までに買っていただきましたらね概要欄に、あのー、ホームページの URL をつ、あのー、けておきますけれども、あのー、これね このカズタマレ令和をあのこれ19万8000円するんですけれどもあの買っていただきますと、えー、当然ですね、えー、このような形の当然じゃなくてあのこの丸山アレルギークリニックの丸山先生が考えたあの作られた 3D カバラパドマペンダントっていうあのこういったものもあのプレゼントされます。はい、ですからこの こ,のこれをつけるだけでですね、今めっちゃ体が熱くなってきてるんですけども、あの、これ、これ今下からだと思うんですけど、あの、ずっと、あずっとですね、体のオーラが整ってくるような、あの、もんなんですね。えー、まあこれなかなか僕は、僕、あの、これ自分で買ったんですよ。まだそんなついてる時期じゃなかったんでね。えー、今すごくお得ですから、えー、またそんなのに興味ある方は、 ぜひね、この機会に、えー、お買い求めください。えー、それとね、あと、当社の、当社で買ったら特典としましては、あのー、このあたりですね、えー、ま、あのー、こういった、えっ、ー、と、ま、勉強会を限定でしてるんですよ。で、会員様にはですね、あのー、この勉強会のね、えー、ま、あのー、限定動画、これを見れるようにしてます。はい。 ですから、あのー、いろいろと今、2、3ヶ月に一度、この、勝山霊を開発した吉野先生と、あのー、ズームでね、勉強会やってるんですよ。本当にね、えー、まあ、この、今日のような、 誰もあんまり知らないような裏技を教えてくれたりですね、えー、新しい発見があったら、えー、もう本当にいち早くですね、えー、教えていただいたりいうようなことをやってますので、えー、ぜひね、えー、お買い求めはロハス村でお考えください。まあそういうのが、えー、誰から買うかっていうのもすごく大事だと思います。まあ日々精進してますので、よろしくお願いいたします。それでは、えー、これで終わります。またね、あの、かずたまは、なんかあの、うん もっと、他のね、えー、操作方法ありましたら、どんどんと告知していきますので、ご興味のある方は、チャンネル登録、よろしくお願いします。それじゃあ、失礼します。さようなら